お待ちしておりました、バンデモン様。良い場所だ。これよりここを本拠地とする。あとは8人目の選ばれし子供だけだ。お前たち、一刻も早く探し出すのだ。はっ。テレビでも朝からこのニュースばっかりだからな。それでまだ来ていないのはジョーさんだけですね。何やってんだよ、まったく。ジョー先輩が来るまで待ちましょう。なんだから。じゃあ私の分もついでにやっといて。若葉幼稚園の名簿。それはいい考えだな。第四小学校の名簿だ。頼んだぜ。こういうことは一人が集中的にやった方がいいかもしれませんね。確かにそうかもね。よろしく先輩。おいおい、太一、まさか君も。安心しなって。俺は仕事を押し付けるようなことはしない。君ってやつはなんていいやつなんだ。名簿を持ってこなかっただけでしょ。ミミちゃん、
私と二人で探しに行きましょう。はーい。どこに行くんだティルモン。八人目を探す我らの使命だろうが。手柄を横取りする気か。貴様らしいな。何？最初に8人目の手がかりを見つけたのは俺だ。あの場所を探す権利がある。いつまでも8人目が同じ場所にいるものか。そう思うなら貴様は他の場所でも探すんだな。ふん、バンデモにごますってばかりのコウモリね。私がまだ成長期のプロットモンだった頃もバンデモにこき使われた。そして何かあると毎日のように叩きのめされた。目つきが気に入らないという理由で。生まれつき。私はどこで生まれたんだっけな。バンデモンと出会う前は何をしていたんだ。思い出せない。テイルモン。昔のことを考えているのですか。ウィザーム、勝手に私の心を読み取るのはやめろ。そう言っただろう。すまない、そんなつもりじゃなかった。8人目を探してくる。
ココナッツパンチ。覚悟しなさい。このパンチ。シャドウウィング。行くわよ。お願い。チュクチュクバンバー。シャドウウィング。ココナッツパンチ。平和なもんだな。ミーコ、どこなの？ミーコ。もうどこに？あなた、アグモンのお友達？あいつなぜアグモンのことを。もしや8人目の子供か。やはりただの子供とは思えない。ここで始末した方がいいな。また会えたね。
あいつが8人目だという確かな証拠があるわけじゃない。だが何なんだあの子供。私のこの感情は